装置先端カメラの映像が遠隔操作室内のモニターに適切に送られていないことが確認されました例えるとですね、深夜にあのテレビ画面があのカラーバーになるようなイメージ、お分かりでしょうか、そのような状況になってございます東京電力が先ほどの会見で公表したカメラの故障。福島第一原子力発電所2号機では 今日にも3グラム以下の燃料デブリをロボットでつかみ上げ、採取する予定でした。東京電力による今日午前の説明では。大きさ的には大体5ミリ以下を狙っていきますが。それはあのカメラで当日見ながら。あの選んでいくということになると思います。極めて線量が高く、人が立ち入れないことから、廃炉の最難関とされ。 事故後初めてとなる燃料デブリの取り出し作業遠隔操作で行われているためロボットに取り付けられたカメラにより燃料デブリの位置などを把握する必要がありますしかし作業着手からきょうで1週間欠かせない役割を担うカメラの故障に直面しました先月には ロボットを押し込むパイプをつなぐ順番を間違える作業ミスが見つかりおよそ3週間中断された取り出し作業カメラが故障した原因は不明で再開の見通しは立っていません スタジオには東京電力担当の古川記者に来てもらいました古川さん、まずこの故障したカメラというのはどういったものになるんでしょうか、はいえー、東京電力は釣りざお型のロボットを使用して格納容器の底まで伸ばし、えー、爪がついた先端部分で燃料デブリを、えー、つかみ上げる計画です。 今回故障したカメラは掴みやすい燃料デブリの位置を把握するためのもので先端部分に取り付けられていましたでこのカメラの映像を見て遠隔操作をするわけですから非常にこれ欠かせないものなんだと思いますで今ロボットが非常に高い線量の中にずっと居続けているわけですよね今回のこの故障がその放射線の影響によるものというのは考えられるんでしょうか はい。東京電力によりますと高い放射線にも耐えられる設計になっていて45日間耐えられるということですまだ十分な余裕はあるとしています、はい、現時点でカメラの東京電力は現時点でカメラの故障の原因は不明としています今後は修理できるかどうか試していく試みていくとしていますがこうした作業にも時間がかかります 国の専門家も見通しの今後のスケジュールの厳しさを指摘しています一回格納容器の中に入れてしまっているので汚染もかなりしていますなのでそう簡単にその装置自体取り扱えるかどうかもわからないですしいろいろやっていくとやはりある程度の時間はかかってしまいますよね。 この燃料デブリの取り出しが今、廃炉の最難関とされていて未知の世界でその難しさももちろん十分にこれ理解しているんですけれどもちょっとトラブルが相次いでいます、ねはい、試験的取り出しは当初、2021年に着手が予定されていましたところがコロナ禍によるロボット開発の遅れなどでこれまでに3回延期されてきました。 さらに先月には着手直前になって作業手順のミスが発覚して原因究明と再発防止のために3週間作業が中断されていました相次ぐトラブルは廃炉作業への不信感にもつながりかねませんデブリ取り出しっていうのはあの高さのわからない山を登っていく作業だと思っているので あのはっきり計画が立てられないわけですよね、先が見えないんです、なので、えー、一歩一歩着実に進んでいくしかないんですけれども、うん、まだまだ先は不透明だというふうに思ってますね事故を起こした1号機から3号機には、燃料デブリがおよそ880トンあると推計されています。 その中で3グラムの取り出しに難航する現状を見ると東京電力と国が掲げる2051年の廃炉という目標が揺らいでいるように感じます。ここままで古川記者に聞きました